僕自身すごい当時やっぱりこう若いのでどんどんもうみんなを泣き倒して自分がナンバーワンだってすごいやっぱ B-Boy ってその気持ちってすごく強いし死んでもいいから戦うみたいなこの気持ちって一緒にかける勇気みたいなをなんかもらったのが今日はこういうねメンバーあと子供たちもねいっぱい来てるんでこういうストリートをすごい体感してほしいし、ね、ヒップホップ音楽をすごく愛してほしいんでこういう機会をもらいました。いやいや道を封鎖してのこのストリートクラッシュ。イエス大井町調子はどうですか。生きる勇気と生きる自信っていうのがそれがもうイコールヒップホップでありイコール B-Boy 信じて貫いて形にしていくことがすごく大事と